誰だ？手を挙げろ。うん。なんだ、お前か。こんな時間にどうした？てっきり侵入者かと思った。普段なら寝てる時間じゃないのか？あまり夜中にこの辺をうろつくなよ。俺たちの島とはいえ、どの組織が入り込んでくるかわからないんだ。当然だがお前は弱いんだからよ。あんまし屋根の下から出てくんなよ。で、どうした？なんだその荷物。キャンプでも行こうってのか？おいおい。コンビニに行くのにその荷物の量はないだろう。本当のこと言えよ。どうした？旅行に行くんだったらそのまま言えばいいだろう。つうか、この時間は飛行機も電車も動いてないか。じゃあ、本当に何？ん？お前、なんでそんな動揺してんの？まさかお前、俺に嘘ついてんのか？いや、違うな。これは嘘の匂いじゃねえ。ん？長年この世界で生きてるとな、匂いで分かっちまうんだ。そいつが本当のことを言ってるのか、嘘をついてるのか。この匂いはそうだな。嘘は言ってないが、大事なことを隠してる。俺に言えないことか？なんだ？言ってみろ。なあ、俺たちの仲だろう。覚えてるだろ？お前がガキの頃から、俺はお前のことを大切にしてきた。誰よりもな。そりゃ、あの頃のお前は今以上に使い物にならなかった。だが、そんなの関係なかった。なぜならお前は家族だから。弱くたって使えなくたって、俺にとっちゃ大事なファミリーだ。守るべき存在だったのさ。一緒にいろんな仕事をした。時には仕事だけじゃなくて、いろんなことをして遊んだな。お前との思い出一つ一つが、俺にとっちゃ宝物みたいなもんだ。そんなかけがえのない関係の俺たちの間で、隠し事なんて水臭いじゃないか。ボスとして、何でも受け止めてやるから。ちゃんと言ってみろよ。な？の、やっと言う気になったか。なんだ？この町を出ていく。あ、あ、そいつは予想外だな。なぜだ？
好きな人ができた。好きな人。まさかこの世界の人間じゃあるまい。そうか。一般の仕事してる兄ちゃんか。お前家ないだろ。一体どこ行こうってんだ。そいつの家か。ははじゃあ、この仕事も辞める。いや、俺の組織からも抜けるってことか。ああ、おいおい、体震えてんじゃねえか。どうした？なんで痙攣してんの？俺に怒られると思って怖かったのか？そうか。俺はな、お前がどうしても組織を抜けたいって言うなら、それは仕方がないと思ってるんだ。言ったろ？俺はお前のことを大切に思ってる。ファミリーとして、お前には幸せな人生を歩んでほしいと思ってる。ただ、お前、勝手に抜けようとしたら、この荷物は何だ？俺と遭遇して、驚いたような顔をしてたな。あっちまったって、想定外の顔をしていた。いや、していた。お前は、キリも通さずここを抜けようとしたんだ。わかるか？お前が何をしようとしたか。好きな男？知るかよ。ついておいで。アジトに戻ろう。まさか、今更行けるとも思ってないだろ。お前にはこの十何年間で、たっぷり教え込んだはずだ。愛の尊さも、優しさの偉大さも、権力の恐ろしさも、全部な。安心しろ。暴力なんて振るわないよ。ただ、ボスとして、教育はし直さなきゃな。まさか、この部屋でまたお前を接近する日が来ると。考えたくなかったよ。今更、お前に仕置きなんてしたいと思ったことはない。お前は立派な組員だ。立派な大人になった。俺に忠誠を誓う。大事な、大事なファミリーだと思ってたから。まさかこんな形で裏切られるなんてな、思わなかったよ。こんなに悲しいことはない。愛が伝わってなかったんだな。俺のどこがダメだったか、ちゃんと目を見て言ってくれよ。な。俺のどこがダメだった？いえ。なるほどね。そうか。その好きになった男とやらの意見を聞いて、マフィアの仕事なんて、ろくでもないとお前は思ったんだな。
だな。マフィアの仕事がろくでもない？そんなこと最初から分かってたろ。なあ、おバカなおバカな子猫ちゃん、成長したと思ったら、まだまだガキだったんだね。俺は、口酸っぱく教えたよな。この仕事はろくでもない奴がする仕事だ。すなわちこの仕事自体もろくでもない。ただ、俺たちは生き延びるために、こういう仕事にすがりつくしかないんだよ。わかるか？お前は、俺と関わった時点で、もう終わってんだよ。今さら、普通の暮らしに戻れると思ってんじゃねえぞ。動くな！お前は今日から、また一番下からやり直し。最初っから頑張ってね。今日からトレイ行こうだ。その好きな男とやら、どこに住んでるか教えろ。心配するな。乱暴なことはしないよ。そんなに一緒に住みたいんなら、うちに住んだらいいよ。ちゃんと教えてあげないと。うちの女に手出したら、一体どうなるのか。後悔してるか？ああ、そうか。これに懲りたら、俺の元から離れようとするな。次はないぞ。あ？その時は容赦なく。わかってるよな？